小原茂隆は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍大佐。小原重厚と表記する文献もある。東京都出身。司法官、小原文太郎の長男として生まれる。札幌市中卒を経て、1920年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、不評少尉に任官し、不評第25を連帯付けとなる。 陸士予科生と対付などを経て、1929年11月、陸軍大学校を卒業し、不評、第25連隊中隊長となる。1930年12月、参謀本部付勤務となる。同年、ロシア班長の橋本金五郎が結成した桜井に参加。橋本の副審の一人として、張勇、田中渡る、天野勇村と共に、 1931年の3月事件、10月事件の防御に加わる。10月事件における小原の役割は警視庁の襲撃であった。計画は事前に発覚するが、処分は橋本、長羅と同様軽いものであった。同年12月、関東軍司令部付、満州座特務機関長に就任。1934年3月、第4師団参謀。 1935年8月、不評少佐となり、1936年6月、イラン公使館付駐在部官。同年12月、不評第45連帯大隊長となり、翌1937年のシナ事変に出生。同年12月の南京攻略戦にも参加している。1938年3月、不評中佐となり、同年7月、 1> 第1軍参謀に就任。1939年5月、このエシュダ団参謀。南シナ方面軍機下のこの絵根制旅団として、同年11月の南寧作戦に参加。ルスコのエシュダ団参謀を経て、1940年8月、陸軍大佐に昇進し、第25師団参謀長となる。日米開戦後の1942年3月。 陸軍不評学校教官に就任。同年11月、第2師団基下の不評、第29連隊長に補いされ、ガダルカナルの戦いに参加する。だが、同連隊は10月の戦闘で、小宮祥二郎全連隊長以下半数以上の将兵を失い、生存者も大半が負傷者、疾病者という悲惨な状況下にあった。さらに、 補給路を断たれたことによる深刻な食料を不足がそれに追い打ちをかけていた。小原の着任後は次第予備として海岸警備に従事するが、やむことのない米軍の攻撃と上と薬病により死者の数は増え続け、翌1943年2月の撤退時の兵員は上陸時の約2500名に対し約300名という惨状であった。 1943年3月、留守子の絵師団司令部付け。同年12月、品派県軍直轄の第二野戦鉄道司令部、高級部員に就任し、南京に赴任。そのまま同地で終戦を迎え、1946年4月、復員。ありがとうございます。